はい、皆さんこんにちは。今回は2020年12月発売のトミカの追加情報が出てきたので、そちらの方をチェックしていきます。そして今日の動画の後半の方は予約情報の方もちょっとチェックだね。まずはタカラトミーさんの公式ページの12月の新商品情報のページの一番下の方を見ていきます。この辺りになってくるかな。ここだね。販売店オリジナルトミカの分を見ていきます。トミカショップオリジナルトミカショップラーメン屋台の方が登場してきます。発売日の方は12月5日土曜日になってるね。トミカショップということで、ドアの部分にはトミカショップのオリジナルロゴがプリントされてあるね。そしてやはりこのトミカショップラーメン屋台というところで、トミカのラーメン屋台、この辺りのデザイン、ここがなかなかいい感じじゃないかな。トミカラーメン屋台といったらやはりトミカイベントモデルのところで登場しているモデルになるね。やはりこんな感じでちょっとユーモアのあるトミカ、こういう部分がトミカらしいところじゃないかな。そしてベースになっている車種というのはトヨタタウンエースだったかな。これタウンエースかな、ちょっと微妙だね。なんとなくこのホワイトのボディカラーの軽トラックのような状況、こういう部分がなかなかいい感じじゃないかな。サイドの部分にもラーメンのイラストとか、そしてボンネットの部分にはトミカラーメン屋台、そしてこの看板の部分というのかな、この部分には元祖トミカラーメンっていうプリントとかもされてあるね。まあおそらくこの辺りはシールではなくてプリントなのかな。そして少し下の方を見ていくと、ポイントというところにはトミカショップラーメン屋台がトミカショップオリジナル商品として登場、まあそしてお一人様1個限りとさせていただきますってことも書かれてあるね。まあこの辺りは店舗とか、またオンラインショップの方とかではまた個数の情報とか、この辺りはちょっと違ってくるんだろうね。そして発売日の方が12月5日土曜日ということになっているので、そろそろ予約の方も開始になってくるんじゃないかな。こちらの動画を撮影しているのが11月3日になっているので、今日の時点ではまだ予約の方は開始されてないね。だけど発売日の1ヶ月ぐらい前になってくるので、もうじきっていう感じなんだろうね。まあここ最近のトミカショップオリジナルの状況の予約状況とかを見てると、まあ、予約は予約で結構予約は皆さんされてるようなんだけど、店舗の方でも結構在庫はしっかりと入荷されてるね。なので発売日とかも即完売っていうことはちょっと考えにくいんじゃないかな。まあだけどこういったトミカショップラーメン屋台、ちょっと面白どころのトミカで、トミカらしいトミカ、こういうところはちゃんと押さえておきたいね。さあそしてこの12月発売のトミカ、非常にたくさんのモデルたちが登場してくるんだけど、ちょっと予約状況の方を説明していこうかな。まずは1つ目がこの部分だね。トヨタクラウンが通常版だね。そして2つ目がレクサス RCF パフォーマンスパッケージ、この部分の初回特別仕様が注目度が高いよね。そしてオンラインショップの予約状況を見てみても、当然ながらこの初回特別仕様というのは、まあ、即完売ではなかったんだけど、予約の方もしっかりと皆さんできているようだね。そしてもう一つ注目車種っていうのが下の方にあったね。この辺りかな、トミカプレミアムの部分だね。トヨタスプリンタートレの AE86、 この部分のトミカプレミアム発売記念仕様のこのレッドのモデルが特に注目車種になるね。この部分はやはりオンラインショップの方で予約が開始されると、ほぼ同時ぐらいで即完売状態のお店が多かったかな。そして公式のオンラインショップの方、タカラトミーモールの方でも予約が開始されると、サーバーの方にはほぼつながらない状態が続いてたね。なのでそれぐらい今回の予約っていうのは注目度が高かったんじゃないかな。まあ正直なところ、私もなんとか予約をしようとしてサーバーの方につなげてみたんだけど、つながるまでに約30分ぐらいかかったかな。まあそれでようやく一つしっかりと予約ができたような状態になってます。なので発売日とかっていうのもおそらくだけど結構な人気になりそうだよね。なので争奪戦必至のモデルなので、この辺りはしっかりとオンラインショップで押さえておきたいね。そしてその他のモデルではこの辺りだね。満腹トミカ、予約の方は開始されたけど即完売とかにはなってないね。まあ私はボックス購入で予約をしたんだけど、まあおそらくだけどボックス購入でいけばコンプリートできるんじゃないかなっていう読みだね。そしてその他にも通常ラインナップのモデル、トミカプレミアムのルナクルーザーとか、その他こういったロングトミカシリーズだね。まあ今回はこの辺りの自衛隊の重装輪回収車、この辺りが注目度が高いかな。まあだけどこの辺りもオンラインショップで予約が開始されると、まあ確かに予約が終了してしまったモデルっていうのもこのモデルだけど、まあ通常ラインナップ品なのでいつでも購入できるといえばできそうだよね。なので今回12月の発売のトミカというのは非常にたくさんのモデルが出てきて、注目度が高いモデル、まあ初回特別仕様とかトミカプレミアム発売記念仕様とか、
こういうモデルがあるので、トミカコレクターとしたら確実にゲットしておきたいね。はい、今回は2020年12月発売のトミカの追加情報の部分、トミカショップラーメン屋台の方をチェックしてみました。トミカショップオリジナルということで、発売日は12月5日になってたね。おそらくもうじき予約の方が開始されると思うので、トミカコレクターの皆さんはまずは予約かな。そして2020年12月は非常にたくさんのモデル、ニューモデルたちが登場してくるよね。まあ、特にこのトミカプレミアムのトヨタスプリンタートレの AE86、 この部分の発売記念仕様は確実にゲットしておきたいね。まあ、だけどこの AE86 といったら、なんとなくこのホワイトのボディカラー、これの方がイメージとしては強いような気がするよね。まあ、だけどこの辺りもしっかりとレッドのモデルもゲットしておきたいね。そしてベーシックトミカの部分では、発売記念仕様ではなくて初回特別仕様だね。この部分だよね。レクサス RCF のパフォーマンスパッケージ、この部分もしっかりと押さえておきたいね。今回私の方では12月発売のトミカ、一通り予約の方はしっかりとできたんだけど、予約の方はかなり苦戦する状況だったので、発売日は特に争奪戦が必至かな。最近はコロナの影響とかで若干トミカの人気っていうのも抑えめになってるけど、この12月っていうのはかなり熱い年末になりそうだね。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。